ボノビアは、ドイツノルトベストファー練習に本拠を置き、アパートを中心とした住宅の販売、賃貸や管理を行っている、不動産会社。陶器場の本店は、デュッセルドルフ。実質的な本社機能は、ボフフムにある、フランクフルト証券取引所上場企業。ドイツアニントンは、2001年設立、アニントンの名称は、 イギリス軍用住宅地が民間に売却された際のイギリスの運営会社に由来する。2003年にキールのヘーンバウエジーイを皮切りに同業他社の買収を進め、2005年5月にビテラエジーを買収。この時点で20万件以上のアパートメントを持つドイツの大手不動産会社となった。同年代規模なリストラを実施し、4分の1の従業員を解雇。 2009年にも2割の従業員を解雇した。2011年に債務超過による経営危機を回避するため、償還日の延長を実行、経営の改善を見て、イギリスの投資会社のテラファーマは、2014年前半に大規模な投資を行った。この結果、同年9月にドイチアニントンは、マダックスの構成銘柄となり、 ビムトンバウガセヨシャフトブレーメン GMBH などを参加企業に収め、再び住宅販売の拡大に取り組むことになった。ガグファは1918年、ベルリンの住宅供給非営利組織として設立、ベルリンやドレスデンなど東ドイツ地域を基盤として展開、2004年からニューヨークの投資会社であるフォートレスインベストメントグループが投資を行い、2006年10月に 株式公開を行ったが、その後債務超過による経営危機器を経験、本拠をルクセンブルクに移し、2013年12月からは、東芝と提携し、太陽光発電システムを利用した電力小売事業に協力していた。2015年3月、ドイチアニントンがガグファと合併したことを契機に、社名はボノビアへと改められた。同年4月に、 南ドイツを基盤とするスーデューを買収し、ヨーロッパ有数の規模の不動産会社となった。さらに、ドイツ国内2位のドイチェボーネンに敵対的買収を計画するが、資金が集まらず2016年2月に頓挫した。2018年3月、オーストリアの不動産最大手であるブーワグエージーを買収、続いて、スウェーデンマールメの住宅不動産会社のビクトリアパーク。 AB を買収し、それぞれ子会社とした。2016年7月、VFL 防風の本拠地であるルールスタディオンの命名権を5年契約で取得している。ありがとうございます。